初菜です。今回もブレイブポイントさんにお邪魔した時の、ね、ゲームをアップしていこうと思います。このゲームは殲滅戦で復活は1人1回までです。まずは拠点を出てね、進んでいきます。マップの左下ですね、こちらが拠点になります。初菜黄色チームです。なかなかね、敵さんに合わずに進んでいきます。もうマップの把握がまだ全然できていないので、なかなか見つけれなかったんですけど、一人今ね、打ち合いの際に後ろのお兄さんにぶつかって下がりきれず、そして、ヒットされたんですけど、このお兄さんたちにまたね、ちょっとぶつかってしまいました。避けきれませんでした。まずは拠点に戻って復活をします。そしてまたフィールドへ出て進んでいきます。見通しが悪い分ね、前回の動画でも言いましたけど、すごいドキドキするんですよ。どこで勝ち合うのかわからないので、なのでね、動きもゆっくり慎重になります。割と近くでね、交戦している音も聞こえたりするんですけれども、敵が見えない。お姉さんが何かにびっくりしたけど、一人いますね。さあ、敵さんが近いことが確認できたので、行きます。ここで初菜に何かが舞い降りました。まだ行きます。初菜7キル、なんと1特攻で7キルできました。ちょっとね、怖いので一旦下がります。さあ、そして改めて進んでいきます。さあ、奥に一人見えました。ここと打ち合いになりますが、なかなか倒すことができません。逆にヒットされてしまいました。復活が1回までしかできないのでね、初菜セーフティーへ戻ろうとします。セーフティーに戻るまでね、ヒットコールを続ける。これはね、サバゲの基本でございます。イオンの中にある、サバゲのフィールドなのでね、普通の一般のお客さんからも見られることがあります。ちょっと恥ずかしいですね。さあ、マップの把握ができてないので、なかなかセーフティーへの出口が見つけれません。完全に迷子です。ようやく出口を見つけました。ここで終了でございます。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。